議長のお許しを賜りましたので、平成24年第5回森山市議会定例会が閉会されるにあたりまして、一言御礼のご挨拶を申し上げます。去る12月3日から本日に至ります19日間にわたりまして、平成24年第5回森山市議会定例会を滞りなくご開催をいただき、提案をさせていただきましたすべての議案につきまして、本議会及び各常任会におきまして、慎重かつ十分なるご審議を賜り、すべて原案の通り可決を賜りましたことに対しまして、衷心より厚く御礼を申し上げます。さて、去る16日に執行されました第46回衆議院議員総選挙の結果につきましては、議員各位のご承知の通りでございますが、来週には新たな政権の発足が予定をされています。新たな政権におかれましては、特に経済対策の取り組みが求められますほか、震災復興、将来を見据えた社会保障制度の構築、安定した外交安全保障の実現、さらには原発問題を含めたエネルギーの確保問題などの諸課題に向け果敢に取り組んでいただくことを願うものでございます。今後本市におきましては、国の動向をしっかりと踏まえつつ、引き続き市政の発展と市民福祉の向上に取り組んでまいります。特に大型の補正予算を含めました大規模な財政出動が現在議論される予定になっておりますことから、国の予算を活用した本市の諸課題の解決についても前向きに検討すべきであると考えております。またこの23日には本市の年末の風物詩でございます森山市が中山道森山塾一帯で開催をされます。この森山市は590年前の慰め草にも記されている本市の伝統的な年末の行事でございます。今回は特に東北の鮭を使用しました東北復興応援鍋の販売や、友好交流都市であります登別市福生市の物産販売が実施される予定でございます。議員各位また市民の皆様もご家族そろってお出かけをいただきますようにご案内を申し上げます。最後になりますが、この1年議員各位には市民の幸せと本市の発展のためにご尽力賜りましたことに対しまして、心から敬意を表する次第でございます。年の瀬を迎え、何かと気ぜわしい今日この頃でございますが、くれぐれもご自愛を賜りまして、ご健勝にて新年をお迎えいただきますようご祈念を申し上げまして、閉会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。